40万人感謝の突破記念でしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。ちょっと汚いやん。ん？ちょっとおい、ちょっと ST パーカーでさ、汚れ取るのやめようよ。角野じゃねえ。別に言ってねえし。都市伝説。やったー！レジェンドオブザハウス。よっしゃー！今日のお題は熱いですよ。おエリア51です。おぉ、はい、一郎とかやめろ。違う、最近引退したけど、はい、うん、実際詳細どうなってるみたいなのあんま知ってる人いないと思うんですよね。宇宙人飼ってるみたいなやつ。はいはいはい、そういう噂もあるし、そんなね、あんまり知られてないようなエリア51を今日はね、こと細やかに喋っていこうかなと。よろしくお願いします。エリア51の正式名称とか知らんでしょ。そんなのあるの。そもそも一郎鈴木。もう一郎から離れよう。聖夜鈴木カープだな。そこの51番。ああ、そうなの。まあ今違うんですけど、完全にこいつが悪いです。こういうやつやで。あ、吉じゃん。あ、これがエリア51なんだ。そう、これがエリア51。すげえな、本物。これは本物です。あ、工場みたい。あるっていうか、あるよ普通に。工場みたいな感じ。これ基地でしょ。そう、基地。あー、基地か。グレームレイク空軍基地と言います。グレームレイクっていうのを日本語にすると乾燥湖。乾燥湖の湖は湖の湖。ああ、湖の方なの。乾燥してる湖が滑走路。うっとしいな。なんでインフンできてるの。たまたま。ラップバトルですか。たまたまです。滑走路に適してるから、ここを基地にしようっていうことでこの名前になったわけ、はい、ここで一体どのようなことがやられているかっていうのは、完全にアメリカ政府がもう伏せてる。あ、誰も知らないんだ。怪しいな、怪しいな、それ。変なの作ってんじゃねえの。石工職人が集まってるんじゃないんですか。フリーメイソンみたいになってるけど違う、ね、違うの。結構今確信ついたかなと思った。そうなの。はい、めっちゃ笑ってる。すごい大変でしたけど。いや、決まりましたよ。ありがとうございます。はいはい、みたいな乗りで行け。次につなげてあげようかなって。普通にこう、突っ走って。ここにね、もう入ることもね、禁止されてるわけです。で、決められた人以外はみたいな感じ。そうそうそう。あー、なるほどね。無許可で勝手に入ったりとかしたら、あの、普通に撃たれます。ぶち殺される。いやー、撃たれます。なるほどな。え、なんでやねん。でも一郎になってるから。違うの。一郎の話から離れよう。あ、でもね、普通にね、看板があるのよ。近づいたら撃つぞっていう。え、あ、もうあるんだ。そう、あるある。警告しちゃう。そう、警告しちゃう。マジで。それでも入るようなバカ野郎が撃つ。これもともとじゃあ何のためにあったかっていうと、1940年にメリス試験訓練所っていうね、軍事演習をする大きな括りがあって、その一つだったの、エリア51っていうのは。この隣にネバダ核実験所っていうのがあって、もともとね、それが隣にあるっていうのプラスエリア〇〇っていう数字があるでしょ、エリア51。はいはいはい。このエリアなんとか数字っていうのは、核実験場に番号をつけて、その番号をエリア〇〇って呼んで、暗号の一種だったわけです。あ、暗号なんだ、あの51みたいな。そう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 。あ、そうなの。他の国とかで悟られないように、こうエリアバーって数字並べといて、何やってるか分からないように。なんで原子爆弾ってアメリカしか持ってないのか。まあ、アメリカしか持ってなくはないけどね。エリア51っつったら、切っては切り離せないものがあるじゃないですか。切っても切り離せないものね。切っても切り離せないもの、うん、まあ UFO なんですけど。ドロンって言ったよな。そう、向こうで UFO が来た。ああ、やばいやばい、こういう話するから。 UFO っつったら普通なんか宇宙船みたいなもん浮かべるじゃん。ああ、もちろん、ね、あの円盤状の。でも元々はそういう意味じゃなかった。UFO ってさ、日本語にすると未確認飛行物体。もともとは機種とか所属がわからない飛行機のことを未確認飛行物体って言ってたわけ。ああ、なるほど。まあ、例えばこう、あの飛行機どこの所属のだみたいな、わかんねえな、あれ UFO だみたいな。業界用語みたいな。あ、そうそうそうなのよ。航空用語としてそういうのがあって、で、今みたいに宇宙船っていう意味になったのが1940年代って言われてて、で、これは1940年代に UFO っていうのが世界中に言葉の意味が広まって、1947年にさらに UFO が広まった事件が起きます。なんでしょう、ロズウェル事件という。あ、なんか聞いたことある。あー、俺なんかちょっとね、なんか名前で聞いたことある。でね、この写真見ればね、見覚えあるかもしれない。それがこの写真。あ、うわ、あるわ。あ、これが宇宙人。あー、結構見覚えあるじゃん。マジじゃん。あるわ、それ。ロズウェル。ロズウェルじゃねえよ。ロズウェルっていう、あの、町だしね。ロズウェルは町これじゃないの。そう、宇宙人の名前じゃない。そう、それだ、宇宙人。ちげえよ、宇宙人じゃねえよ。こうなってないでしょ、俺。お父さん。お父さんじゃないよ。ちっちゃいな、お父さん。
やめとけお前でお前のババアでしょ、お前のババアとかやめろ言い方考えろニューメキシコ州のロズウェルっていう町で UFO らしきものが墜落して出てきた宇宙人見てないやつ。宇宙人でしょ。いやもうちゃんと宇宙人。なんか人っぽく見える。ちっちゃすぎるもん。でこれがさっき言ったエリア51に運ばれてるところが見られたわけ。それがこれなんだけど。UFO じゃんこれ。ガチガチの UFO。嘘やん絶対。あまりにも画像ができすぎてて嘘なんじゃねっていう話もあるんだけど。エリア51まで運んでるっていうこの画像が広まって、これ以来そのエリア51で宇宙人を研究してるんじゃないかっていう説が急上昇してきたと。なるほど。これもそのやっぱ情報が統制されてるからもうあくまでも説なんだけど、有力な説が2つあって、そのうちの1つが最新鋭の航空機を開発している、ステルス性が、あ、そう、ステルス機やっぱりだ。そう、ステルス機なんだ。何それ、あるあるなの。俺元エリア51だから。元エリア51、それ俺も聞いたことある。何で週3までいたから。あ、そう、いつやろ、なんかちょうど2年生。あ、その時ちょうどステルス機から始まるぐらいだったから。なんてなんて始まるだから作るって言ってたもんね。言ってないよ。言ってないよ。急に裏切られないでしょ。なんでそんなことを言えるのかっていうと、1991年に湾岸戦争っていうものが起きました。その湾岸戦争で使われていたアメリカの最新鋭の航空機、このステルス機が1年ぐらい前にこのエリア51の上空で似たようなのがもうブン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 飛んでたと。だから最新の航空機を開発してるんじゃないかと。二つ目の説、これっていうのがまあさっきもちょろって言ったその宇宙人の研究をしているんじゃないかっていう説。エリア51の上空でその UFO みたいなのがもうふわ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 飛んでたりとか。でね、 UFO っていうのはね、飛行に特徴がある。その特徴というのが重力をまるで無視したかのような軌道でこうシャンシャンシャンと飛んでいったりとか、空中で止まったりとか。果たしてそんな高い技術を持った飛行をアメリカ単体で開発できるのかっていう、いささか疑問じゃないですか。だからこれは捉えた宇宙人の技術を利用してこういうのを作っているんじゃないかって言われてる。ああ、なるほど。作ってもらってるんだ。もう彼らの技術を利用して作るみたいな。はあ。まあでも言うてっていうところあるじゃないですか、うん、ちょっと非現実的すぎないかっていうところあるじゃないですか、うん、いくらなんでも。はいはいはい。もしこの話がここで終わってたら、エリア51の話っていうのは多分こんな世界中で広まってないと思うんですよね、うん、と言えるのがこれ宇宙人研究してるだろって言える明らかな証拠みたいなのがあって、はい、それがこの人知ってますか、はい、まあこの人ボイド・ブッシュマンって言うんだけど、この人は兵器の開発をしている有能な科学者だ。へえ。でこの人はエリア51で働いたこともあると。エリア51で働いた時になんと宇宙人に出会ったと。え？言ってるんです。言うてんのもん。そう。何写真撮ってる、ちゃんと写真持って。え？うわ、こういうのとか。え、すげえ。エリア51で宇宙人と出会ってから若い時に会ったんだけど、喋るのを伏せておいたんだって。これが世界中に知らせるのはどうなんだろうって思ってて、でもこの人先が短いですよって医者に言われて、亡くなる直前にこれを暴露したんです。だからこのことから結構リアリティがあるから、マジで宇宙人がいたんじゃないかって言われてるんですよね。やば。宇宙人はいいやつだったって言ってる。コミュニケーションとかもよく取ってくれるし。え、会話できる。この宇宙人によると、地球から68光年離れた惑星からやってきたので。1光年は光が宇宙空間を1年間に進む距離である。なので68光年は光が68年かけて進む距離で、1光年は約9兆4600億キロメートルなので、その68倍とすると天文学的数字となる。その地球からその星までのこの距離を45分で移動してきたって言って。え、だからもうね、地球をね、マジでゴミだと思ってるって感じ。もう家畜みたいな感じだと思ってたって。怖っ。彼らの高い科学力を教えてもらって、ああいう兵器とかを作ってるんじゃないかみたいな。やばいでしょ。これらのことからエリア51っていうのは68個に離れた惑星の宇宙人とアメリカ政府が協定を結んで、宇宙人を招待する場所としてエリア51あるんじゃないかみたいな。そんな夢あんの。やばい。すげえな。もう夢あるの。あ、夢あるよ。夢あるね。SF の極みだ。エリア51についてちょっとね、興味深い発言をしている人物が一人いまして、それがね、クリントン。トランプと大統領選で争ったクリントンですよ。はいはい。私がもし大統領になったら、私がエリア51について知っていることを全て話しますって言った。この発言するってことは、クリントンがエリア51について何か知っているのかとか、それがまた政府のこの上層部の人たちはみんなそれを当たり前のように知っているのかとか、まあ、はたまた大統領になりたくて嘘をついているのかみたいな。でもクリントンってさ、トランプに負けるじゃん。負けました、負けた。これ負けたのって、もしクリントンが大統領になったらさ、政府側としては今まで秘密にしていたことをさ、ベラベラ話されたら困るじゃん。だからこれ政府のコントロールによってクリントン負けたんじゃないかみたいな話もあるけど。ええー。
この世の中には知らない方がいいこともあるのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。